株式会社船井総合研究所は大阪府大阪市中央区に本社を置く日本の経営コンサルティング会社。創業者は船井幸を2005年に東証一部に上場。2014年7月に持ち株会社体制に移行した。2020年3月に6代目社長の新会、大輔が就任。年間のクライアント社数は約5500社。 グループ全体で190の経営研究会が主催され約7200名の会員がいる。国内の中小、中堅企業を中心に業種、テーマごとに特化したコンサルティングを展開している。コンサルタントの数は700名以上、クライアントの成長実行、人材開発、価値向上、デジタル化を現場に寄り添いながら具体的に提案し実行支援することが強みである。 クライアント企業の業種属性は、ブトックビジネスから B2B ビジネスまで幅広く、住宅、不動産、医療、介護、福祉、事業、モビリティ、人材ビジネス、環境、エネルギー、AI ロボット、飲食、サービスなど多岐にわたる。コンサルティング内容は、戦略策定だけではなく、日々具体的になすべき実行、実践項目を、 毎月訪問して管理、修正提案する月次支援と呼ばれる独自のコンサルティングスタイルを有しているところが不内総研の特徴である。月次支援では企業ごとの課題や企業規模に応じて最適なサポートを実践するため各分野のコンサルタントがチーム体制で経営者をサポートしている。また昨今ではデジタルツールを活用したリモートコンサルティングの推進。 人材開発、金融財務、デジタル等の重点テーマ変革など、中小、中堅企業を対象とした経営環境向上コンサルティングも積極的に推進している。他にも経営研究会と呼ばれる経営者向けの会員制の勉強会も実施しており、2020年時点ではグループ全体で190の経営研究会が取材され、 約7200名が入会している。経営研究会では、業種の最新情報の提供と、会員同士の情報交換を実施しており、業績アップに向けた情報のプラットフォーム化が進んでいる。なお、大東市にある、家電メーカー、船井電機とは、無関係。船井総研ホールディングスに関するカテゴリー、ありがとうございます。